談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居、ご活躍について語っています。お相手は、あんこが苦手な私桜餅。ピアノは友達のウイローさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。5月8日、今日は何の日？吉澤亮さんの日。パチ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 。過去のこの日にどんなご活躍があったかをピックアップしています。2013年、BS プレミアムで食べ物語彼女の献立帳7話、うどんダンスの回放送。2014年、映画アオハライド長崎ロケのお写真アップ。2016年、BS プレミアムで舞台雷王のテラス放送。スタッフさんからそのお知らせと一緒にメイクさんのお子さんを構う吉澤さんのオフショット。2018年、映画ママレードボーイ、フォトギャラリーが連日投稿されてまして、この日はブランコ、学校訪問キャンペーンレポートアップ。そして、ドラマ夏空の出演発表記者会見の模様のアミューモバレポ公開。で、2019年は夏空33話、第6週雪原に愛を叫べの水曜日、天陽くん大活躍会。です。電車で映画に行って、ディズニーって言って、映画を見て、雪月行って、お話しして、名言、何でもできるってことは何もないのと同じだよ、とか。で、幕切れでは天陽くんも辛いぞ、という秀逸な表情。もうこれについて喋ってるとこれだけで一日終わっちゃうので、必死でかいつまみましたが、いい回です。2021年 NHK ドスタ、堤真一さんがゲストで、そこに吉澤さん VTR のゲスト出演などなど。以上、5月8日もご活躍でした。パチ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 。さて次は本日の吉澤さん、2022年5月8日、私が今日一日で出会った吉澤さんをご報告します。まず昨夜、情報セブンデイズニュースキャスターで CM アイリスのスティッククリーナーと、エアコン、エアウィル、2本続けて、と、あと、まあ、これをね、吉澤さんに出会ったとするかどうかというのはまだ疑問が残っているところですけども、アニメ、キングダムで、吉澤さんが本郷奏太くんともう少し話をしたかった、と、しみじみ振り返る場面。勝手にもう実写キャストを入れてみていますけど、今日になって、テレビ、相葉学ぶで CM、春熱真空釜、知りませんよ編。と、ラジオ、桃色クローバー Z のハッピークローバートップ10で、鈴木ソリオの、ラジオ CM、60秒のロングバージョンと20秒の通常版と2つ流れました。あと、SNS、ウェイボーで、この間、ツイッターと LINE に上がった5月カレンダー、豆ちゃんさんとのオフショットが公開。などなどなど。以上、今日も吉澤さんにたくさん出会えて幸せな一日でした。パチ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 。さて、ここからは作品とお芝居についてです。仮面ライダーフォーゼ26話、優秀臨部でいいんでしょうか？読み方は多分いいんだと思います。優秀の美の優秀と臨部、輪になって舞うのやつですね。ミユ先輩が踊りたかったのはシュンじゃなく源太郎だということが分かった前回。それから卒業しても大丈夫とミユ先輩とそれを聞いている、独特な椅子に独特な座り方をしている流星くん、かわいい。で、まあ今絶賛ゾディアズと戦ってるんですけど、ライダー部、流星くんはトモコちゃんに逃げちゃダメって引き止められて、メテオになれずにおります。もどかしいという立ち方のお芝居です。いい感じです。で、まあジェイクがやけっぱちで頑張りまして、なんとか倒しました。で、その様子を見ながら、何？という表情。それから、肩をぐっと前に出して、体を斜めのイケメン角度に持っていく、ナイス、流星くん、など。あと、敵を観察しながら、あいつの防御力普通じゃない、などと、ちょっと前のめりで分析したりしていますが、みんなと顔を合わせる展開になると、スッと、ポケテですん、という感じに戻ります。注意深い。それから、ジェイクはマシーンみたいのに乗って戦ってるんですけど、降りた後もう結構弱ってる感じで、ただそれが
なんで力が入らないんだみたいな感じで誰も分かってなくって、まあ、それを眺めながら龍星くんが低い声で自分の疲労に気づいていないなどとさらに分析を続けてましてですね、もうどこのスポーツドクターかな、イケメンドクターだなっていう感じなんですけど、こう観察分析という場面になっていました。この自分の疲労に気づいてないって後になんか意味があるんだっけ、ちょっと覚えておこうと思います。龍星くんの言葉だしね。オープニングは龍星くんの入ってるフルバージョン、かっこいい。で、教室でおしゃべりしているライダー部の皆さん、新部長としてどう振る舞ったらいいか悩むゆうきちゃん、マフラーとカバンと上着を机の上に並べてピッと手を乗せてみんなの様子をスンと見ています。むっちゃ出来上がってる。大丈夫だっていう健吾、大丈夫じゃないっていう源太郎で、教室を出ていく源ちゃんをゆっくりと目で追っていくその眼球の動きすら美しい。心の声、キサラギの言う通りだ、大丈夫じゃない。あー、かっこいい。で、まあそんな中ですね、元ゾディアーズの3年生を批判する新聞を書いた新聞部の子と、まあ、ライダー部が揉めるっていう様子を、まあ、一緒に駆けつけて後ろでスンと見ている龍星くん、ともこちゃん越しの顎と口の寄りの映像が出るわけですが、なんだろう、顎だけでもかっこいいってどういうことっていう、いい顎を見たところで今日はここまで。明日はこの続きいきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いください。それではまた。